初の大臣名での行政指導です。総務省は今日、過去最大規模の通信障害を起こした KDDI に対し、厳重注意の行政指導をしました。影響の大きさを鑑み、通信障害としては初めて大臣名の行政文書が示されました。KDDI の高橋社長は、障害を限りなくゼロに近づけられるよう、再発防止に取り組むと話しました。